はい、じゃあよろしくお願いします。今回は数3の三角関数の積分丸1をお送りします。で、今回ですね、ちょっと右に公式を、ポイントをね、まとめてるんですが、今回ここでよく使う次数を下げたい時の公式をまず復習がてら4つ。で、問題3つ、計7個問題ありますので、まず1回ね、動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安な問題があれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、まず公式の方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回はこの6番なんですけど、サイン3乗 X ね。これの積分だけ答えを2個、解法を2つ紹介します。ちょっと動画長くなると思うんですが、全部見ていただいても構わないですし、必要なところだけスキップしてね、ぜひ見てみてください。ほんじゃ、行きましょう。まずここね、復習がてらということで、上が2倍角の公式で、下が3倍角の公式です。覚えてる方もね、いるとは思うんですが、まず行きましょう。サイン2乗とコサイン2乗は次数を下げていきます。2倍角の公式でね。で、使う数字、分数で書くパターンもほとんど多いんだけど、自分ちょっとこうやって書くのが好きなんで、これでいきます。まず2分の1です。共通して使うのは。で、2倍角はパーツが全部同じです。だから、2分の1共通だし、ここ1と1だし、なんか小学生の漢字のね、書き方みたいになってるけど、ここがコサイン 2X です。こう。だから全部パーツが一緒なの、2倍角はね。で、何が違うかっていうと、サインの方がマイナス、コサインの方がプラスになります。これが2倍角の公式。で、次数下げるってどういうことかっていうと、今2乗ですよね。もともと2乗だった、次数が2だったものが、コサイン 2x になることによって、2x にはなってますけど、1乗なわけですよ。次数が2から1に下がってると。で、積分っていうのは、次数を下げれば下げるほど公式で一発でパッてやりやすくなっていくので、次数を下げるメリットってめちゃくちゃ大きいのね。積分においては。だから、これをうまく使って解くことが非常に多いです。で、同じように3倍角いきましょう。で、3倍角、まず出てくる分数、分母は4分の1です。両方共通します。ただし、中のパーツが変わります。サイン3乗とコサイン3乗はね。で、こっち、サインの方が、まず、よいしょ。3サイン、X。で、後ろが、サイン、3、X です。特徴としては、サインは全部サインなんだよね。で、コサインの方は全部コサインです。だから、3は変わんないし、3コサイン、X。後ろも、コサイン、3、X になるだけ。こういう感じ。で、2倍角も3倍角も共通して、サインの方がマイナスです。で、コサインの方がプラスと、こうなります。上が2倍角、下が3倍角の公式です。ぜひ覚えておいてください。で、実際ね、問題解いていくわけですが、もろに使っていきましょうと。コサイン2乗 X ね、こうやってやれば、もろに使うと、公式でいけますので、で、置き換えるんですけど、2分の1は前出しちゃいましょう。インテグラルの前にね。2分の1、インテグラル1プラスコサイン 2x と。で、こうすることによって、1は積分ね、もちろんできる。x になるからね。で、コサイン 2x も、これは、次数が1になってるので、公式で一発でできると。だから、2分の1、括弧、まず x ね。で、こっち、コサインは積分するとサインです。だから、サイン 2x になるんですけど、ここが 2x になってるから、微分した2っていう数字が余分に2分の1ね。2だから逆数にして2分の1が余分に出てくるので、プラス2分の1サイン 2x と。こうなる。で、一応ね、積分で書く先に書いておきましょう。で、展開しちゃいましょうか。しちゃいましかって。しちゃいますか。展開すると、2分の 1x プラス4分の1、サイン 2x プラス c となって、これで終了となります。公式使っただけですね。で、6番です。最初にも言ったように、答えの解き方2個紹介します。ただし、今1個紹介して、7番やってから最後に別回もう1回行くので、ちょっと戻る感じになっちゃうんだけど、で、どうやるかっていうと、せっかくね、今これを使っているので、サイン3乗 X 置き換えてやっていきましょう。じゃあ、そのまま置き換える。で、4分の1は前に出しちゃいます。インテグラル、サイン3、3サイン X、マイナスサイン 3X と。で、dx ですね。で、コサインは積分するとサインです。
サインは積分するとマイナスコサインね。なので、4分の1、括弧マイナス3コサイン X。で、マイナスがまた出てくるんだけど、プラスに変わるからね。マイナスとマイナスで、プラス。で、3X が余計にあるので、微分した3っていう数字を逆数にした3分の1が余分にくっつくから、こう。で、コサイン 3X と。で、プラス C。で、これもまあ、開いちゃいますか。マイナス4分の3、コサイン X。プラス12分の1、コサイン 3X プラス C と。これで終了となります。まあ、後ほど別解は、この辺に行きますか。別解。あのね、書かないとね、やるの忘れそうでね、喋ると。別解ね。これは後で戻ってきます。では、最後行きましょう。で、このね、タイプの問題、特徴的なので覚えておいてください。何が特徴かっていうと、まあ、コサインとサイン両方入ってるんですよね。で、片方の次数が1なんです。で、片方が何乗って、まあ、でかい。今度は5乗ってでかくなってると。で、何も考えずに行くと、次数下げなきゃって思うから、よし、じゃあこれをサイン2乗とサイン3乗に分けて、置き換えてやっていこうかみたいなのやると、道に迷うんですよね。そう、これ実はね、公式で一発で終わります。一発で終わる。で、何の公式を使っていくかっていうと、昔ですね、昔ってそんな昔でもないけど、こういう状態、あのね、FX の、中括弧が中括弧じゃないっていうね、N 乗になってて、で、しかもそれに、その FX 中身の微分したものがかかってる状態。こうなってる。で、こうなってるときは、積分すると、FX の、N プラス1乗プラス C と、これが使えるよっていう。で、実はこれ、もろにそうなってるんだよね。サインとコサインっていうとは、積分すると、ごめん、微分すると、そのコサインサインが入れ替わる。まあ、符号のチェンとチェンジが多少入るけどさ、なってるので、コサインってサインを微分したものですよね。だから書き換えると、サイン X を微分したものと書き換えられるわけ。コサイン X を。で、しかも後ろが、じゃあ、サイン5乗 X。まあ、5乗だからね。まあ、こうやろうか。で、DX。こう書くことができると。書き換えるとね。ってことは、ものにこの状態になってるので、sinx の n プラス、n プラス1乗にしちゃえばいいから、sin の6乗ですね。6乗 x プラス c と。と、こうなります。あー、ごめん。公式。公式が間違ったよ。抜けた。普通に抜けちゃった。ちょっと待って。失礼しました。そうそう、書いてて、なんかシンプルすぎんって思って。n たす1分の1ないよね。あの、普通に、今だったら6分の1が前にくっつくんですけど、こうですね。失礼しました。で、これに、fx の n プラス1乗と。だからこれ使うと一瞬で終わりますと。いいかな？このタイプね。コサイン x、まあ、コサイン6乗 x、サイン x とかでももちろん使えます。どっちかが1乗だとすごく使いやすい。これに関してはね。で、別解行きましょう。で、これはね、なんでこっちを先に解いたかっていうと、この知識を使って別解が解けます。サイン3乗に関しては。もちろん公式使ってね、3倍角で一瞬で解けよって話なんですけど、まあ、こっちもぜひ覚えておいてください。で、どうやるかっていうと、サイン3乗を意図的にサインとサイン2乗に分けます。分ける。で、ここで、じゃサイン2乗これに置き換えるのかっていうと、これには置き換えません。これではなくって、もともと、サイン2乗足すコサイン2乗って1っていう公式がありますよね。で、これを使います。これを。つまり、サイン2乗のところを1マイナスコサイン2乗。これコサイン2乗右にね、右辺に持っていって、1マイナスコサイン2乗と置き換えるんです。そうすると、サイン X はそのまんま、カッコ1マイナスコサイン2乗 X とこうなります。で、サイン X 分配法則使って分配すると、サイン x マイナスサイン x コサイン2乗 x と。こうなる。今展開したわけね。で、こうするとですね、サイン x はもちろん積分したらマイナスコサインです。一発で終わります。で、こっちをよく見ると、サイン x とコサインがくっついてて、しかも片方が1乗だと。ね、1になってるので、あ、これ使えんじゃんって状態になってるの。じゃあこれ使ってやっていきましょうと。
で、ちょっと答えを書く欄があと1行しかないので、ちょっとこっちにやりますね。まず、まあ、サインはマイナスコサインになるので先にやっておきましょう。で、この部分ですね。インテグラル、マイナスは前に出しましょうか。サイン X、コサイン、樹状 X。で、さっきと同じように書くと、サイン X、これを、サインって、マイナスコサインを微分したものです。マイナスコサインを微分したものね。本当は、こうなるんだけど、マイナスが邪魔なの。コサイン揃えたいからね。だからマイナスを前に出して、プラスに変えちゃいます、ここを。そうすると、もろにこの状態になると。だから、ここは2乗だからね。n プラス1乗、それ3分の1が前に出てきて、で、コサイン。3乗 x プラス c、まあ、こんな感じだね。になると。ここだけ積分やるとね。だから、こいつは積分すると、プラス3分の1、コサイン3乗 x プラス c となって、これでも正解と、丸になります。ちょっと線が見えるから大丈夫かな。全然違うじゃんって感じがするかもしれないんですけど、まあ、ちょっとこれは時間のかけてやらないんですけど、このコサイン3乗の部分、これありますよね。3倍角。これをここに代入してまとめるとこれになりますんで、だからどちらで書いてももちろん丸になります。まあ、よかったらね、両方の解き方覚えておいてください。では、今回はね、数3の三角関数の積分、丸1やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。